はい、皆さんこんにちは。ミューズチューブチャンネルの A と申します。今回はクラシック音楽の中でも定番のジャンルの一つである組曲について解説していきます。組曲とは講義に一度に演奏されることを意図して集められた一組の楽曲です。この言葉は英語でスイートと言い、フランス語の後続や連続に由来しています。組曲という用語が一般的に使用されるようになった時期は17世紀末頃からと言われています。また定義についてはバロック時代とそれ以降で少々変わってきます。それではまずバロック時代の組曲について見ていきましょう。特徴としては速度や拍子が異なる舞曲を集めたものであり、それらの調性は同一調または同主調で構成されています。そして集められる舞曲の種類についても定型があり、これらの舞曲がよく組曲としてまとめられます。アルマンドはドイツ起源でやや緩やかな2拍子または4拍子、クーラントはフランス起源の3拍子または6拍子、サラバンドはスペイン起源で緩やかな3拍子、そしてジーグはイギリス起源の8分の6や9分の8拍子などの3分割された拍子を特徴とする急速な舞曲です。その他にもプレリュードつまり前奏曲が置かれたり、メヌエット、ガボット、ブーレー、ポロネーズなどの舞曲が組み込まれることも多々ありました。組曲はバロック時代に大変好まれたジャンルであり、チェンバロ、リュート、バイオリンなどの様々な楽器のために作曲されました。また組曲と同じ意味の言葉としてパルティータという言葉があります。ただしパルティータは時代によっては変奏曲という意味で使われることもあります。このチャンネルのモーニンさんがバイオリンパルティータつまり定型の舞曲により構成される組曲を演奏している動画があります。先ほど説明した舞曲が実際どのような雰囲気であるか聞くことができますので、興味のある方はぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っています。それでは次にバロック以降の組曲について見ていきましょう。時代が進むと特にオペラやバレエなどの大規模な作品から抜粋した小品集を意味するようになりました。例えばカルメン組曲やくるみ割り人形組曲などがロマン派での有名な組曲と言えるでしょう。さらには出版や演奏のために既存の楽曲をグループにしてまとめる方法として使われ、最初に説明した通り一度に演奏されることを意図して集められた一組の楽曲という今までよりも広い意味で使われるようになっていったのです。いかがだったでしょうか。今後もよく聞くことがある音楽用語などについての解説動画を出していきます。ここまでご視聴ありがとうございました。よければまたよろしくお願いいたします。